大宮オーパは2007年3月大宮駅西口駅前の再開発ビルに大英大宮店の一部フロアを改装して開店しました。開店した再開発ビル大宮西口堂ショッピングセンターは1982年昭和57年に地元地権者80名を中心に建設され、竣工当時は関東最大の売り場面積を誇った大型施設で、大英の D、 大宮の O、 丸井の M の頭文字を取ってドンと名付けられました。2007年に大英の2階と3階をファッション店舗のオーパに改装して営業したものの、郊外型大型 SC の台東や近隣商業施設との競合から売上が低迷し、2017年1月29日10年間の営業を終了し閉店しました。閉店後の跡地はその後ユニクロや石井スポーツが出店したもののいずれも撤退し、現在も地下1階に大英大宮店が営業しており、大英時代の名残を今に伝えています。南越谷オーパは1995年11月 JR 武蔵野線南越谷駅、東武伊勢崎線新越谷駅徒歩3分の場所に5店舗目のオーパとして開店しました。開店16年前に隣接地に竣工した第三セクターの公共施設兼商業施設サンシティに大英がメインテナントとして出店しており、まだ大英傘下にあった時代のオーパが郊外需要を狙って出店した店舗でした。オーパの関東初出店で郊外の実験的店舗として開店し、近隣の家族連れ、主婦層や高校生など幅広い層をターゲットにゆとりを与える店舗作りを意識して、108の専門店とタワーレコード、紫スポーツなども入居し、オープン初日には4万人が来店して大きな話題になりました。しかしその後の来客は伸び悩み、大英の経営破綻からイオンの影響が強まる中撤退を決定し、2010年1月31日に閉店しました。閉店後ビルのオーナーチェンジを経て、現在は南越谷ラクーンとして楽園南越谷店や飲食店などが入居しています。続いて南関東の既存店舗です。関西地区の方は少しだけお待ちください。聖蹟桜ヶ丘オーパは1999年9月再開発ビルビータ聖蹟桜ヶ丘のメインテナントとして開店しました。ビータはイタリア語の人生とビジョン&インテリジェンスをぶたまにちなんで命名され、現在も明治天皇由来の聖蹟桜ヶ丘における代表的な商業施設として営業を続けています。八王子オーパは2018年11月開発が遅れていた八王子駅南口に再開発事業により新築されたビルに開店しました。開店から5年経過した現在もダイソーやマクドナルドなどが入居するテナントビルとして営業を継続しています。新百合ヶ丘オーパは1997年11月小田急線新百合ヶ丘駅の南口に開店しました。もともとセゾングループの西洋環境開発が百貨店、専門店、ホテルを建設する計画を進めていたものの、経営悪化から1994年に計画を撤回。オーパを運営していた十字屋が事業を引き継いでファミリー層をターゲットとした127の専門店街とホテルを開業させ、現在も無印良品やユニクロのほか数多くの専門店が営業しています。湘南藤沢オーパは1996年3月藤沢オーパとして開店し、2019年のリニューアルを機に湘南藤沢オーパに店名変更しました。もともと1973年に百貨店の藤沢十字屋が移転して開店し、区画整理後の藤沢駅南口の駅前立地の優位性を生かして、その後西部となった志沢、小田急となった江ノ電百貨店のほか、北口の西華や丸井など激戦区の藤沢で激しい競争を繰り広げたものの、店舗面積の狭さから業績が悪化し1986年に閉店。
その後、チュージアのファッションビルの第1号藤沢コスタに業態変更した後、藤沢オーパとなりました。現在は衣料品のほか、フロントやトモズなども出店しています。浜大津オーパは1998年3月、京阪浜大津駅、現在の琵琶湖浜大津駅の近隣に第三セクターが建設した複合施設アスト浜大津のメインテナントとして開店しました。1階から3階までは60の専門店を要するオーパ、中層階は公共施設、上層階には住宅を配置し、琵琶湖を見渡せる眺望と駅直結の特徴的なペデストリアンデッキを備え、開店直後は多くの人が訪れ、好調なスタートを切りました。しかし、開店時にはバブルが崩壊しており、オープン翌月には近隣に京阪の大型アミューズメント施設浜大津アーカスが開業し、1年半前に開店した大津パルコとともに顧客を奪い合う事態となりました。採算面は急速に悪化し、わずか6年間の営業の後、2004年3月31日に閉店しました。閉店後、家電量販店の小島が出店したものの2012年に撤退し、現在は公共施設を中心に飲食店なども入居しています。梅田オーパは2013年4月、阪急梅田駅、現在の大阪梅田駅近くにある ABC マート創業者の資産管理会社が所有するビルに改定しました。もともと阪急百貨店がスポーツ用品や子供服を扱うウィングス館を出店していた場所で、2012年に阪急梅田本店の新築に伴って退去した半年後、後継テナントとしてオーパが出店しました。渋谷109系ファッションを取り揃えた31の専門店で開店したものの、売り場面積の狭さとヘップファイブやエストとの競合から業績が低迷。2019年2月28日、地下1階を閉鎖して事実上撤退しました。閉店後の跡地には、その後、ダイソーなどの店舗が出店しています。三宮オーパは、1995年10月、JR 三宮駅の駅ビル、三宮ターミナルビルの商業施設のメインテナントとして開店しました。三宮ターミナルビルには、もともと阪急百貨店が出店する計画でしたが、店舗面積の狭さから出店を断念。1981年に、大英系列の百貨店、プランタンの第1号店、プランタン三宮が開店し、十数年営業したものの、バブル後の百貨店業態の衰退や震災の影響から、ファッション専門店の神戸ヤング館を経て、オーパが開店しました。20代女性が、自分を磨きトータルコーディネートできる店をコンセプトに、ファッション、雑貨など72のテナントが出店し、自社ブランドの運営からテナントビルへと転換してのスタートでした。20年ほど営業した後、建物の耐震不足による建て替え計画が発表され、2018年2月に退去して旧日井の三宮ビブレ内にいて、その後建物全体をビブレから三宮オーパに業態転換して現在に至っています。新神戸オリエンタルパークアベニューオーパは1988年9月新神戸駅前ポートアイランドに移転した神戸市立中央市民病院の跡地を開発した複合施設新神戸オリエンタルシティに開店しました。新神戸オリエンタルシティはホークスを買収する直前のダイエーがバブル絶頂期に開発した施設で、オーパのほか当時関西一の高さだったグループの新神戸オリエンタルホテル、新神戸オリエンタル劇場などバブル期のダイエーの繁栄を象徴する商業施設でした。衣食住の視点から新しい神戸のライフスタイルを提案し、フロアごとに日本、アメリカ、ヨーロッパなど業種別ではない街を形成して、ファッション、雑貨、飲食などを混在させての開店でした。ライブハウスやディスコ、24時間営業のカフェレストランなど200の専門店が営業し、夜10時より早く閉店する店舗をなくして眠らない街をアピールし、ラビリンス、
迷路をコンセプトに意図的に動線を複雑にして、自分の居場所を見失うよう設計して、時を忘れるという開店当時のオーパのコンセプトを体現しました。オープン3日間で33万人が来店し、初年度の売上目標の180億円もあっさり達成して、誰もが順風満帆な未来を思い描いた後、その後間もなくバブル崩壊の荒波が襲い、ダイエーの経営が傾き始め、1995年の阪神淡路大震災、その後の平成不況の打撃を受けて、大半のテナントが退去し、商業施設としての機能は失われていきました。2002年に閉店し、跡地は新神戸オリエンタルアベニューを経て、2019年に琴の箱神戸としてリニューアルされ、現在も営業しています。なお、オリエンタルパークアベニューは開業時にその頭文字からオーパと略されており、現在に至るオーパの名称は大映画映画を誇った35年前のこの時に誕生したものでした。河原町オーパは1998年11月、四条河原町交差点北側に市内最大のファッションビルとして開店しました。20代前半の若者層をターゲットに130のテナントを誘致して開店し、開店以来四半世紀、ファッションビルが少ない京都において世代を超えて支持される店舗になっています。心斎橋オーパは1994年11月、心斎橋の御堂筋沿いに光のランドマークをテーマに開店しました。3500坪の売り場面積に108の専門店を誘致して、アメリカ村を卒業して百貨店顧客になる前の世代に狙いを定めて開店し、翌年には別館がオープン。向かいにある大丸、パルコとともに大阪一の商業集積地を形成し、現在も HMV などの集客力が高いテナントを中心に積極的な営業を続けています。高槻オーパは JR 高槻駅北口の再開発エリアへの出店を発表した後、ダイエーの経営行き詰まりから出店を断念した店舗でした。もともと1995年の都市計画で関西初進出の丸井高槻店が出店する計画でしたが、不況の影響から翌年には撤回を表明、後継候補にオーパの誘致が決定したものの、1999年にはオーパも出店を断念しました。2001年に近江神の誇り、かけっこ、飛び子、元気っ子の平和堂の進出が決定し、2004年に商業施設アクトアモーレがオープンし、アルプラザ高槻が出店しています。岡山オーパは1994年7月、岡山駅の後楽園側東口駅前のビルに開店しました。もともと1966年に大英岡山駅前店が開店した建物で、その後ヤングファミリーをターゲットにしたデイ&デイズファッションビルのザップに業態変更した後、岡山オーパとなりました。20年間営業したものの、近隣に中四国最大級のイオンモール岡山の出店が決定し、イオンモールのオープン2ヶ月前の2014年9月28日に閉店しました。閉店後の跡地にはドン・キホーテ岡山駅前店が出店し、現在に至っています。岡山駅前のイオンモール、私のおすすめ店舗です。駅前に巨大なイオンモール、他の都市では見られない立地と規模で、駅での食材やお土産の調達にも大変便利です。林原、そしてジューシーと申し訳程度のガムが入ったビッグワンガムのカバや、時代が巡り巡って岡山駅前の風景を変えていきました。高松オーパは1997年11月、高松琴平電気鉄道、
通称琴電の河原町駅近く、商店街の時和街に開店しました。もともと1967年に大英高松店が開店した建物で、映画館の高松東映も入居し、近隣にあったジャスコ高松店とともに70年代の高松の生活と文化を支えていました。しかしバブル後の不況と中心市街地の衰退から、大英は1997年に初の郊外型 SC ショッパーズモール屋島を高松市郊外にオープンさせた一方で、高松店を専門店の大場に業態変更しました。しかし郊外 SC への顧客流出から、中心商店街の衰退と荒廃は激しさを増し、7年後の2004年に閉店。閉店後、近隣はシャッター街となり治安悪化が懸念される中、2012年には高知の広め市場を模して高松いろは市場をオープンしたものの、経営不振からわずか1年で撤退。跡地には現在も老朽化した建物が残されており、新たな建物へと生まれ変わる日を待ち続けています。シーホークオーパは1995年4月、2年前にオープンした福岡ドームの臨地に開業したシーホークホテル&リゾートのショッピングアーケード街として開店しました。ホテル4階部分にリゾートを意識したショップとインテリアを中心に36の専門店を開店し、 OL、ヤングファミリー、カップルなど幅広い層から集客した人気の施設でした。しかし平成不況による景気の衰退から2005年に運営から撤退し、現在はヒルトン福岡シーホーク内のシーホークアベニューとなっています。那覇オーパは1996年11月、那覇市の国際通り沿いファッションビルのフェスティバルの後継テナントとして開店しました。前身のフェスティバルは1984年安藤忠雄事務所の設計で沖縄初の本格的ファッションビルとして開店し、安藤建築特有のコンクリート打ちっぱなしの外観が特徴的な建物でした。1996年に運営委託を受けてリニューアルを行い、那覇オーパが開店しました。2013年、17年間の営業の後閉店し、跡地にはドン・キホーテ国際通り店がオープンしており、閉店5年後の2018年10月、カフーナ旭橋内に新たな那覇オーパが開店しています。